にょい営業所事務所名古屋市営バスにょい営業所は、愛知県名古屋市北区丸新町347に、ある、名古屋市営バスの営業所である。最寄りのバス停留所は、にょい車古前であり、主に北区、西区北部の路線を担当している。にょい営業所では、三木堺1号系統、明駅12号系統、堺11号系統、堺14号系統、堺15号系統、 ソネ13号系統、黒川11号系統、小田11号系統、楠木巡回系統、山田巡回系統の10系統を担当している。Web1。2014年の上新営業所楠木、文書解説後は多くの系統を同所に移管した。地図概要あたり系統は、坂へと北区大地区、安島地区を空港線を経由して運行している。 遠隔1998年の系統再編前は、感染14、さらにその前は、111であった。西部医療センター開設に伴い、新たに、地にが設けられた。かつて、八鷹川河川敷で、花火大会が行われていた時は、花火開催日当日に限り、堺あじま住宅という便が運行されていた。2003年の地下鉄上飯田線開業前の、地位と、 森には、現在の終点である、水分橋よりさらに東、名鉄小牧線の線路を越えた、安島東を終点としていた。低流所及び、ダイヤ平日の昼間は、本が1時間あたり2から3本、地位値が1時間あたり1から2本であり、堺あじま小学校北間では合わせて1時間あたり、3から4本の運行である。土曜、休日の昼間は、 本が1時間あたり2本、市一が1時間あたり1から2本であり、堺あ島小学校北間では合わせて1時間あたり15から20分ごとの等間隔の運行となる。本と、市一と、では、国道41号黒川交差点を直進するため、黒川バスターミナルには入らない。折一、折二は、平日の朝夕のみ、地には昼間時のみの運行である。 地図外用あたり系統は名古屋駅と西区省内、大野木、平野各地区を結ぶ路線である。遠隔1998年の系統再編前の番号は105であった。系統設定当初の経路は以下の通りであった。省内緑地公園駅を経由していたことで地下鉄鶴舞線への接続系統という役割があったが、1994年の上、 小台駅の本格稼働に伴い接続系統としての役割を7等に譲り現行経路へ変更となった。そして1998年の再編で名古屋駅バスターミナル発着となった。2003年の再編で金山24が廃止となったため代替として名古屋駅川町、上新町の支線を設定するとともに本線もすべて 名古屋市道江川線経由に変更した。しかし、2004年4月に再び、押切町経由の系統も設定され、2010年に西区役所が移転したのに伴い、全便が江川線経由となり、上新町発着の支線は廃止された。運行本数は毎時2本程度。市は平日と土曜の朝のみ運行され、この時間帯に本は運行されない。 江川町庄内橋は地下鉄鶴舞線と経路が重複しており、競合している。地下鉄より所要時間は長いが、鶴舞線沿線から名古屋駅へ乗り換えなしで行ける路線として利用者は比較的多い。市の尿石小前駅は途中に平新橋停留所がなく通過となる。地図概要本系統は坂へと西区庄内、上尾台、平、平田の 各地区を結ぶ路線である。A と、尿意住宅を結ぶ路線としては、関栄一があるが、西区を経由する本系統の方が遠回りで、所要時間も長い。遠隔1998年の系統再編前の番号は、本は、103, 関線 13, 市には、20、であった。市には、もともと上北京、名塚間を、上新町経由で結ぶ路線であった。 地下鉄と競合するため1998年の再編で中丸町経由の幹線13とまとめられる。後に運行回数が減らされて、それまで地には昼間時30分間隔だったものが1時間間隔となった。同時に本は毎時4本毎時2本になった。なお、幹線13には、ニョイ社前から、お台市場気象内緑地公園。 山田支所にお医者小前という循環系統の支線が存在した。地下鉄庄内緑地公園駅へのアクセス路線としての意味付けであったが、1994年の再編で、その役目を終えたため廃止になっている。西部医療センター開設に伴い、2011年5月より、本、市には昼間時のみ西部医療センターを経由することになった。2014年4月1日より、 市域が新設され、昼間時の本のうち毎時1便が振り替えられた。なお、市域は全便西部医療センターを経由する。低流章及びダイヤピルマは本、市域、市にが1時間あたり1本となっており、堺省内橋間では合わせて1時間あたり3本となっている。平日朝の1本のみ、中丸町境の区間便が存在する。 毎年3月のマラソンフェスティバル名古屋、愛知開催日の日中は白見通しに境が運休となるため、この日のみ、規制解除まで全便黒川バスターミナル発着で運行される。地図、名古屋市営バス上信営業所未木名駅1号、系統も参照2003年12月までは上信営業所の担当であった。2003年3月の地下鉄コミー線開業時の 再編で、と休日の本数が、従来の毎時2本から毎時1本に減便となっている。日中の運行本数は、平日が毎時2本と休日が毎時1本である。地下鉄とは異なり、乗り換えの必要がないため地下鉄開業後も利用者は、それほど減っていない。地図9番号は、52。桜通車道徳川園進出クリマは1989年まで。 現在のように赤萩町交差点と新出体交差点を直接結ぶ道路がなかったため少し東側の大松交差点を経由していたそのため部前百人町バス停は現在よりも東側にあったものが経路変更により移設されている再編以前の1997年の営業係数は383とかんばしいものではなかったため 中型車が投入されるようになり、その後はノンステップバスでの運行を開始、結果2007年度の営業係数は256と改善されてきている。2017年4月の再編までは大森営業所の担当だった。本はごく一部の時間帯を除き、毎時一本の運行。日中の大曽根新森山駅は檻が追加され、30分間隔で交互に、 運行されている。地図9番号は56。本は大釜神殿、現在の大釜町、にョイ小前コマエクスの基調、カミリーダ町黒川主役所栄という経路で運行されていたが、期間2号系統解説時に路線短縮され大曽根止まりとなった。もともとは西、大曽根を経由しなかったが、大曽根駅東側にあった、キューバスターミナルが、 名古屋ガイドウェイバスガイドウェイバスシダミ線、大曽根駅の用地として使われるために閉鎖されたため、折り返し用の経路として設定された。その後、大曽根駅西側に、新バスターミナルが整備されたが、バスターミナルをその後も使用せず現在まで続いている。折りは、平日朝夕と、土休日に運行される。名駅13、栄14の出入戸線としての役割も兼ねている。 地域は101を取り込んだもので、数ある支線の中の一番の古株である。もともとは大曽根を発着していたのだが、上飯田線開業時の再編で上飯田までに短縮されている。市には1996年の再編で沿線にある、帰宅役所スノキ所へのアクセスのために設定されたもので、当初は水分狂気掃除1という経路だった。 上飯田線開業時の再編で上飯田まで延伸されたが、これは檻の役割も兼ねるためである。運行目的上、平日昼間時のみの運行である。終点の起草寺1付近に開店場がないため、一旦、平新橋付近まで行ってから乗車停に戻ってくる。なお、新番号採用時の再編時まで、平日の朝のみに車いしゃ島住宅黒川。 平安通におい車小前という左回り循環の経路で運行する支線があり、56バスレーン系統と呼ばれていた。2016年4月1日より、楠木営業所が副担当となった。平日の日中は、本、地いち、ちぎが毎時1本運行される。土休日は、地ぎの代わりに、檻が運行されるが、日中2時間に1本の運行。ちいは、ほぼ終日。 毎時一本程度の運行。地には、くすぬき営業所への出入庫も兼ねている。地図9番号は、3。黒川から空港線を北上して、西日飼郡豊山町にある北部市場へ向かう系統であり、豊山町へ乗り入れる唯一の系統である。2017年3月の1ヶ月間だけ、社会実験として、北部市場停留所より、県営名古屋空港まで区間延長され、 途中に停留所が2箇所設置されていた。かつては名古屋市 A バスの中で唯一待機路線運賃を用いていた系統で乗車時に降車停留所を告げて運賃を支払っていたが現在は均一運賃になっている。地には1998年の再編で切り捨てられた141現黒川12の黒川大中切れ町の区間を2000年の再編時に 出入庫系統として復活させたもので、平日の朝の黒川行き1便のみの運行である。時刻表示は黒川11となっているが系統番号の表示がない。ちなみにこの路線は長らく路線図には掲載されない路線であったが、2013年現在は掲載されている。本は日中2時間に1本、その他の時間帯は毎時1本の運行で、地域より、 圧倒的に少ない。地域は、黒川を発着する各系統の出入庫系統としても機能しており、おおむね毎時2本以上運行されている。本は、境から黒川を経由して、豊山町中心部を結ぶ豊山タウンバスの南ルートと並行している。道路線はおおむね毎時1本程度と本数が多いものの、黒川から 北部市場東までの途中に停留所が存在しないため大きな競合にはなっていない。豊山タウンバスに市バスとの共通乗車制度はなく、マナコも利用できない。運賃は市バスより安く200円である。地図9番号は7。1994年の再編時にそれまで走っていた出入港如意住宅まで延長の上一般系統化し、 その後新番豪華の際に上、小お台駅までに短縮された。日中は毎時2本運行されている。東海交通事業場北線と一部並行しているが、同線の本数が少ないため利用客は比較的多い。折は、楠木営業所への出入小便としての役割も担う。地図2004年に新設された地域巡回バスの一つ。地下鉄駅から離れた場所を循環しているため、 赤字ではあるが、営業係数は良い。地図2004年に新設された地域巡回バスの一つ。もともとは、いすず自動車製の車両で統一されていたが、入札制の導入や営業所の再編により、現在では他メーカーの車両も多数配置されている。ワンステップバスは配属されていない。Web、編集文献、編集。ありがとうございます。